高間ヶ原は日本の競争馬である。地方競馬デビューながら1961年天皇賞を制し、オンスローと誉れ星シーザーと共に1957年生まれの4強に数えられた。船橋競馬場から遥かアメリカのローレル競馬場を駆け抜けた昭和時代の高度経済成長期における地方競馬出身の名馬であった。以下、は すべて2000年以前に使用された、旧表記にて記述する。1957年、大井競馬場の大山松次長教師の手により、カキの馬の休養などに利用していた長野県の諏訪に、ある、霧ヶ峰牧場で誕生したとされている。なお、高間ヶ原の生誕地については、公営競馬の馬資源の不足から、母の雲関は、高間ヶ原を受胎した状態で、 船橋競馬場にて、現役競走馬として走らされており、その中で、高間ヶ原は、船橋競馬場の馬房で誕生したとするものもある。1959年、3歳で、川崎競馬場でデビュー。初戦は12頭立ての4着。この年の南関東地方競馬は、オンスロートが強く、高間ヶ原は全日本3歳優秀でも、オンスロートに、 大差で離された3着で終わっている。ちなみに、この年の全日本3歳優秀の1着賞金は70万円で、小玉が優勝した阪神3歳ステークスと同額であった。4歳春まで、南関東に在籍して15戦3勝の成績で、中央入りした高間ヶ原は、4戦叩いて、日本ダービーに挑戦したが、結果は、 小玉のレコード掛けの前に10着敗退に終わった。結局、4歳児の中央での成績はわずか1勝のみであった。しかし、5歳児からいよいよ本格化を迎える。この年は10月15日に行われたオールカマーまで九戦2勝で2着が5回。しかも4着以下に落ちたことが一度もなかった。目黒記念優勝の勢いを買って向かった天皇賞では、 遅れて、中央入りした、オンスロートと舞台を変えての再戦となった。そしてレースでは、地方時代4戦全敗だった、オンスロートに1、2馬審査で競り勝ち、天皇賞を制したのである。同年の有馬記念でも2着に入り、3着となった、オンスロートに、再び先着している。6歳、アメリカジョッキークラブカップ等2勝2着3回の、強さを見せると、 ワシントン DC インターナショナルへ挑戦する。日本馬として初の出走となった1962年のワシントン DC インターナショナルは、キング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ステークスの勝ち馬であるマッチ、アメリカの名馬ケルソー、アメリカニカンバ・キャリーバック、ソビエト連邦のダービー馬であるザビエッグ等の豪華メンバーの中で13頭中10着。勝ったのはマッチであった。 その後も、現役を続けるが、7歳初戦の、アメリカジョッキークラブカップで4着に入ったのを最後に、引退となった。引退後は、種母馬となるが、当時は、父内国産霊宮時代の真っただ中であり、三区の成績が振るわず、去勢され、函館競馬場で誘導馬となった。誘導馬を引退した後は、霧ヶ根牧場で余生を過ごしており、 少なくとも1978年の夏には、同牧場で生存していたことが確認されている。サンクスは22頭でその後の系譜も続き、87、安田記念優勝馬フレッシュボイスは、母の母の父が高間ヶ原である。ありがとうございます。